これのどこがセンターセオリーかというと、最初のこのセンターっていうのがまずポイントで、これでまずどっちかをセンターに寄せるっていうのがまず最初のやるべきこと。センターに寄せることが、じゃあ逆の人が取ったとしたらできたら、今度はサイドが開く、じゃあこの空いたサイドに打つ、取る、じゃあ空いた、もう一回センターでもいいです、じゃあ取る、そしたらこっちが空いたっていう風に、どんどんオープンコートを作ってオープンコートに狙っていきましょうっていうのを、やっていくっていう、たったそれだけの練習です。めちゃくちゃ簡単だと思います、ね、図で見ると簡単ですよね。で、これ大事なのはセンターをきっかけにスタートしたいので、最初はセンターに必ず、打ってください。それからどっちかが取ってっていう風になっていきますけど、まず最初のセンターが打てないとまずいけないと思います。まずこの時点でここちっちゃいオープンコートとここにオープンコートがまずあるっていう状態で、そこにしっかり打てるようにする。まずセンターボレー、これ必須です。これできたらあとはもうぐちゃぐちゃぐちゃってなってきますね。で、一応この2人、前の2人はそれを考えて組み立てて配球で決めていく。決してパワーで決めるとかではなくて配球で決めていくっていうことをやりましょう。はい、センター空いてる場所、やりすぎ、難しいところに今落とされました。そしたらここです。そう、ちょっと難しいならこっち、いくよ、センター、いいロブ、いいよ、はい、センター、あれ、惜しい惜しい、はい、センター、オッケー、入ったかな、ギリギリ、はい、センター、オッケー、空いてる場所、空いてる場所、そう、次、いいロブ、ナイスナイス、はい、よ、いいボール入りました、微妙、微妙はほぼアウトですよ、 OK、 そう、ナイスボール、次次、前出て前出て、 OK、 そうそう、もう出ちゃっていいです、今のラスト2ポイント、はい、センター、ナイスボール、前出て、次次次、そうそうそう、ナイスロー、ラスト、はい、ラスト、センター、オッケー、3枚出て、あー、オッケー、まあ相手に余裕がありすぎましたね、今のはもうしょうがない、やられても、はい、センター、あー、声かけて、はい、惜しい、オッケー、狙おうとしてることは合ってますから、はい、センター、オッケー、そう、前が空いてるそう、相手が下がったら前、これ正解です、はい、よし、よ、前、次だ、ちょっとアウト、取ったらそのまま前出ていいですよ、はい、センター、ナイス、前、惜しい惜しい、最後の最後でゆる、柔らかくいかないと、このままはタッチが出ない、こういけばタッチが出る、はい、センター、そう、うまい、普通普通に返しちゃうとああやられる、だからロブとか工夫が必要になってくる、はい、センター、おお、うまいね、うまい、オッケー、そう、次ロブロブロブ、次、そう、ロブでいかないとあれやられちゃう、はい、あ、また前やられる、次、前、オッケー、入ってる、迷ってプレーしない、あ
そのまま前でいいです。そのままとどまってた方がいい。あと2ポイント。おー、いいよいいよ。ラスト。センター。さあ、やられる。次、次。あ、オッケー、じゃあ交代しましょう。はい、スタート。センター。オッケー、前。オッケー、よーしよしよし。いや、間違えても次やればいいから。やばい。次、次、前出て。前、前、前、前。今の出ていい。例えば相手がスマッシュ打つそうだったらこっちでもいいですけど、なんかもう完全にこう後ろ下がってたらもうその隙にもう前前、はい、センター、やばいよ、あ、惜しい、はい、センター、いいボール、空いてる場所、そう、オッケー、お、いい場所、あ、打つとこっちやられますよ、あれ、アプローチでマイクならクロスアプローチ、はい、センター、やりすぎ、はい、センター、あっ、うまくいった、ナイスショー、はい、センター、オッケー、よし、もう一回、はい、センター、空いてる場所、いやあの辺です、あの辺、エリアを、エリアを狙って、いい、もうロブ、ロブ、あれは難しいから、はい、そう、オッケー、わあ、うまい、もっともっと高いロブです、はい、これはまずい、お、ナイスキャ、お、ロブが浅いですね、もっと高くて深いロブ、はい、うまい、ナイス、はい、そうそう、空いてる場所、オッケー、前前、そう、いや、これは、あ、惜しいね、ラスト2ポイント、そう、次だ、前出て、次、OK、前、お願い、OK、おー、ナイスショー、ラスト、はい、OK、おー、入っている、おー、空いてる、ナイスカバー、ショー、おー、ナイススマッシュ、いいじゃないですか、ドロップとかうまいですね、はい、スタート、空いてる場所、空いてる場所、今のセンターです、あ、やりすぎ、あくまで相手を動かすっていうことなので、外を狙って自爆をしないこと、この辺でいいです、はい、もう一回、やりすぎ、いや、やりすぎないことね、目標は、はい、お、いいボール、これは OK、 いいボール、いいロブ、その後よ、アウト、今そうです、スマッシュ打っていくには多分遠い人に打ってた方がいい、確率は高いと思います、はい、浮いてる、おー、ナイスキャッチ、はい、センター、もう一回ボールケア、はい、センター、いいボール、さあ、それ、それをしっかり打てるように、センターからセンターに入れ、そう、オッケー、おー、うまい、ナイスショー、でそれにちょっとそっちやられるんですね、だからできるだけセンターに出すのが、はい、いやー、
もっとね前だったら、もっと前に詰めてたら今の入るんですけど、ちょっと後ろすぎた。はい、いいセンター、それを後ろ体重いかないでも押し返す。でネットの一番いいところセンターを通してセンターに打てれば OK。 センターからセンターが打ちやすい。はい、しっかり前に、さあ次前出て、そのまま前出て、おロブは難しいな。これはあれをクロスにアプローチで、はい、もう一回いきます。はい、さあ次次空いてる、おおうまい、やっと入った、やっと入ったよ。あ、アウト。狙いは今のでいいですよ。はい、いいボール、おっ、前前前、アウ。そうね、ロブ打たなくていいとこでロブ何本も打ってましたけどね、打っちゃっていいですよ。はい、アウ。はい、そこは逃げたいとこですね。はい、うまい、これはうまい、ナイスショー。完璧です。スマッシュ取って、ナイスキャー、前がう、おーうまい、その後ボレボレ、おーナイスショー、よく打ちましたね。はい、センター。あ、でも読んでますね、だんだん読まれてきますから、今度は何か違うね。はい、まあいいロブ、次前出て、前出て、そう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 、オッケー、ボレー勝負、ボレーボレー、おお惜しい惜しい、悪くない悪くない、あとちょっと欲しいね、あの足のね体重移動かね。はい、いいボール、もっと短く、もっと優しく、よいしょ、そう、いいボール、オッケーオッケー、今みたいに上げちゃっていいです、ピンと。さあいける、次次次次、おお全然いいです、今のはあの別に、うん、その別にショットの選択は悪くはないですよ、だけど読まれたってだけです、別に間違いではない。だからそこで落ち込む必要は全くないです、はい、あ、読まれた、次ってだけでいいです、はい、ラスト2ポイント、センター、センター、 OK、 次作って作って、アウトか、狙いすぎないように、ラスト、はい、あちょっとどうですか、フォアのボレーは、なんか意識しないとなんかね弾いちゃうんで、そうなんですよね、そう弾くとあの加速するだけなんですよね、ボールのスピードがカーンって飛んでったりとか、うん、弾いちゃう、そう、それでなんか自分でペース上げて上げちゃって自分でついていけなくなっちゃうんで、やっぱちょっと、うん、あのボールのちょっと下にずらしてスライスになるようにして、そうね、あの弾き癖をちょっと、どん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 こう攻め込むときはいいと思いますけど、つなぐボレードがすごい苦手です。コーチやった方がいいんじゃないですか。あのコーチ役というか、キャッチしてゆっくりつないであげるっていう、うん、それやるとすごい練習になります。メリハリがつくんで、つなげるのと、はい、そうですね、